前回の続きでですね、今回のマップはですね、3つか4つかね、港をね、多くしたらですね、結構、まあ今はマイナスですけどね、結構進んだ感じになっておりますね。港がもともとここに1個あったのが、最初ここに3つから始めたんですけど、そのうちこことね、あとこっちにも港があるんです。港を複数持つっていうのはちょっと有効ですね。まあでもまだね、最初の時代なんですけど、なるべくねレベルをね全部2にしてからね、1個ずつ 2にしてから次の時代に。選択肢があるのは良いことだ。そうだろう。でもね、一個一個の港の収入が安いからね、うまくいってるとは言えないね。お金がないんだからしょうがないよ。ちょっとね、港をね、建てすぎたかもしれないね。港なりの経費がかかってるかもしれない。お金がないね。貯蔵量がザゼロっていうのは良くないよな。なんか事業お金がないから無理だけどさ、ちっちゃい島に港をつけるのはあんまり良くないな。ここをなくしちゃおうかな。総督、国民から要求があります。安全上の理由で内容は秘密ですが。協力関係がつ。ちょっとさ、この港を壊しちゃおう。あ、移転しちゃおうかな。これをさ、こっちの方がいいんじゃないかな。これもね、さ、この島に港をつけた。ああ、無理か。新しいところに建てるか。無理だ。どうしよっかな。
これでいいか。選択肢があるのは良いことだ。そうだろう。例えば総督の仕事を続けるか。絵がないな。貯蔵量がない。坂を作らないとな。坂場。新しいところに港を作りたいから建てちゃって、正しい行いをしたな。ここね、道作れんのかな。道作れるんだったらいらないな。ここから道作れないか。ちょっと時間が来ちゃったんで、次回。